ございます。ソフィーです。今日はバレエ学校1年生のダンディエ・パールテール、そして2年生の上体を曲げるダンディエ・パールテール、同じく2年生のトーシューズでのダンディエ・パールテールを3部作になります。お届けします。どうぞご覧くださいませ。今日はね、一切私の声は入っておりません。Thank you.
学校1年生2年生で学ぶタンディエパールテール、皆様いかがでしたか？かなり難しかったのではないかなと思います。それでも上体の使い方、引き上げているということ、顔のつけ方、手のポジション、そして、足をアンディオールするということの大切さがわかるのではないかと思います。このタンディエパールテールはどんどんと学年を追うごとに進化していきます。それも合わせてお届けできるようにしていきますので、楽しみにしていてくださいね。ちなみにタンディエとは、タンは時、タイムということです。リエはつながるようにということになっています。もし日本に住んでいるタンゲリエさん、もうあなたはもうタンリエのために生きてる名前の人ですね。なんてそんなことで最後ボケてしまいましたが、皆様今日も動画を見てくださってありがとうございました。